アクタラボ、あさっての方へ。はい、アクタラボ通信演劇教室。これで君もスターになれる。やだみく改造計画2。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんか前回その女子だけで、そのやだみくのファッション説についてちょっと語り合ったんですけど、今日はなんかそのお話を踏まえてですね、男も全員ちょっとおしゃれしてこいっていうふうにちょっと言われてきて、皆さん今日ちょっとおしゃれしてきていただいたわけなんですけれども、一応その全員あのデートに行くという、女子とデートに行くっていうコンセプトで今日は皆さん来ていただいたんですよね。そうですね。はい。デートって聞いてます。初デートですね。初デート。初デートですよね。おそらくの、なんでしょうね。ちょっと背伸び感がちょっと半端ないですよ、なんかね。なんでしょうね。これ若作りにも程があるっていうか。うわ、嫌な感じ。金だ。噂の。谷君もそれ本気なの、それも。谷君のその本気です、本気です。襟があった方がいいなと思って。本当に初デートは。エリアル服もっとあるだろうね。ランランがまたね、ギンギンに決めちゃってんだよ。ランランはギンギンですよ。ちょっとね、夜をイメージしすぎててやらしいですよ、ね。ちょっとそうなんですよね。健康はぱっと見もう泥棒にしか見えない。俺可愛いですよこれ。一応あの初夏の海に行くならって感じの。海？海なんだ。海行くの？うん、潮干狩り？潮干狩りすんの？潮干狩りだね。ヒロも、なんだね、あの、エマニュエル坊や感っていうかね。なんだろう。いや。やっぱりね、あの、そうなんです。劇団って下着着てやめてほしいんだよな。劇団って下着着てデート行っちゃうの？いや、矢田美久といえば、あの、やっぱ稽古着がね、多いなっていうイメージがあって。なるほど。私に合わせてくれたんですね。そうですね。で、まあ一緒に行こう。でも稽古着でもこれ、おしゃれでしょ？これ、多田さんデザインの。警告じゃねえんだけど。巻き込む。僕はあの、宣材写真で使ったやつです。あれ市役所の人感がありますけどね、ちょっと。その前回、女子会でですね、はい、まあ、その話にもありました通り、その4人の他の生徒の方たちからですね、もう、そんな警告でもいるのはやめろと。私たちが、あなたにもう似合う、矢田美久ならこれっていうのを選んできたって言ってですね、お洋服をみんな選んできてくれたんですよ、私に。今から私、みんなが持ってきてくれた服を、ちょっとお披露目しようと思っておりますので、ぜひご意見いただければと。任せろ。なるほど。うん。それはいいですね、気になりますね。じゃあこれ、ね、矢田美久の改造計画ということで、ファッションセンス改造計画ということで、うん、矢田美久がその、着替えて出てくるわけですね、それね。そうです。男性目線からの意見が欲しいってことかな。そうですね。なるほど。よ、何がいいのか。よし、可愛くなっちゃおう。ちなみに今着ている服っていうのは割と私服で着てるってことですよね。あ、そうです。これちょっと見せていいですか。はい。うん、あ、よく見る、ね、色がね、見るやつや。プーマ。うん、なるほどね。うわ、プーマーダサー。これは、うわ、ポーズいらない、ポーズいらない、ポーズいらないです。ありがとうございます。うん、今からじゃあ、ちょっと着替えて。うん、はい。あえて誰の服かというのは言わずに着替えていただけるということですよね。そうですね。おっしゃい。かなりテンション上がりますね、この企画は。オッケー。じゃあ、早速、矢野美久さんに着替えていただきましょう。どうぞ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、楽しみ。うわ、すごい。今、布がかぶりましたね。この向こう側でもう生着替えしてるんですかね。スーパージョッキーみたいじゃないですか。古いな。ちなみに、ユージさんは初デートその格好でどこ行くつもりでした？まあ、どこ？イオンじゃん、イオン。西口公園？何、何？いやいや。イオン、イオン。いやいや、西口公園、西口公園。西口公園も今、綺麗になりましたからね、西口公園は。
誰なんだよ。なんどうなってんの健康の帽子は。本当なんだよ、それ。これがかぶってんピッコロやん。確かに。白だったけどね、ピッコロは。白い。ピッコロの色違いだ。本当だ。帽子取ってもピッコロ。いや、いらん、いらん。本当だ、本当だ。いらん、いらん。これ、いいやつだからね。ビームスだから。ビームスなのそれ。じゃあ、いいやつだね。じゃあ、いいやつだね。じゃあ、ヤダムクさんに登場していただきましょう。どうぞ。いいじゃん。はい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 。顔も見たい顔も。これは、あ、いいね。顔も見たい。顔も見たい。顔も、ね、顔とセットで見たいのよ。顔とセット。ちょっとそうですね。いいじゃん。かわいい。かわいい。あ、全然似合うじゃん。あれね。なんかすごい大人っぽくなったね。大人っぽくなったね。いいな。男の人好きなんだよ。若干。若干ちょっと夜の匂いがするんですよ。そうなんだよね、確かに。うん、カーディガン買ってる。ああ、なるほど、なるほど。いいじゃない。あ、夏だね。下がって、下がって。うん、夏っぽい。下がって、下がって。すげえ、夢中だな、みんな。あ、いいじゃん。おー、いいじゃん、いいじゃん。かわいい、かわいい。ちょっとリクエストしていいですか？はい。ちょっとスカートまくりながら、ちょっと、水辺で遊はしゃいでるみたいなのちょっとお願いしていいか。金麦の断例なんですよ。あれ金麦っぽいね。あ、いいね。チャーチャラ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 金麦待ってるから。あ、金麦いい。買うか、見たいか。着てみてどうですか、矢田美希的に。私の普段持ってる服の色よりもあんま差がなくって、すごく着てしっくり。ただこの着てると、そう、この差し色は持ってなかったので、ああ、これがあるとパッと華やかになるのかっていう、すごく参考になりました。確かに黄色でも良さそうだね、黄色でも。確かに明るい色の方が夜の感じは抑えられるかもしれない。そうだね。ちょっとその錦糸町感が出ちゃってるんでね。金色感嫌いじゃないですよね。うん、俺もいいの。金色感。ラムランさん、夜だから。そうだよ。これ、ラムランと合うね。この服だ。ちょっと全然雰囲気変わりますね。いや、でも、肩出しはいいんじゃない？本当に、肩出しは。いや、そのね、羽織ってる感じがいい。ちゃんと着てない感じが。そう、これ、袖を通す、俺も羽織がいいな、俺は。そうだね。おもむろに、こう、落語家みたいに、こう。もう話の本筋に入った時みたいな。マクの終わってから。あ、でもいいですね。素晴らしい。いや、さすが山崎です。いやんじゃん。誰だろうこれ。はい。この大人の感じはハルルかな。ハルルだと思いますね。ハルルっぽいですね。ハルルっぽいね。そうね。いきなりいいの来ましたね。結構。ちゃんと分かってんだね、矢田美君のことね。そうですね、優しい。本当に矢田美君がよくなるようにっていう思い考えてる。そうだね。かわいいの。ランラン、あの服の女性とだったらどこに行く？ご飯食べるしかないんじゃないですか。どういうところで？ご飯どういうところで？確かに。極力静かなんですけど。ああ。夜景夜景とか別に、まあ、向こうが見たけりゃ。見たけりゃ。見たけだな。どういう感じで見たけだな。いや、うまいもん食いたい。うまいもん食いたい。では、それでは登場していただきましょう。どうぞ。これは違う。たぞこれはないな。いや、ちょっとこれはやばいな。なるほど。え、すいません。矢田美久さん。その、スカートの下に履いてるの、それも込みなの？それ何？そうです。タイツ？プーマ？プーマのわけあるかい。耳みたいにして、後ろ背中に。あ、ちょっと回転していただくと。軽く。後ろ。背中。あ、リボン。ああ、リボンか。リボン？あ、違う、ここ、後ろ、ここ。襟ね。襟が。腹みたいな。
羽じゃない羽。天使の羽。天使の羽。天使の羽がついてる。あ、あ、なるほど。これ襟だ。あれ？ああ。前後ろ逆よ、それ。羽だったら。え？前後ろ逆。いや、そういう人じゃない。あってる。後ろ来るわけないじゃん。ヒロさんうるさい。これでも、やだみくこれ、髪型も、まあこんな感じかなって感じ。これに。あの、これは要望がありました。こういうふうに。あ、そういう。なるほど。そうなんだ。なんかコスプレみたいに見えるな。うん、確かに確かに。ちょっと、あの、そう、漫画から出てきたような感じする。無理してる感じがするね。秋葉にいそうだ。結構精神的にちょっと強くないと着れないと思うんですね。それでコンビニ行ける？これマスクするからね、今の時代ね。意味が分かんない。広角系なくなっちゃって。服関係ねえ。じゃああんまり、やっぱちょっとやだめく的にも着ててちょっと違うかなって感じは、ちょっとしっくりこないな。服自体はすごく可愛いし、丈が、うんね、私はちょっと膝より短い丈なんですけど、これ。ああ、そこちゃんと見てなかったな。なるほど。足が切れて定評があるからね。それを考えてくれたんだろうね。なるほど。そうなのかなって。結構、この丈短いすぎるなと思って、どうなんだろうって画面で見てて思ったんですけど、着てみたら意外とすごい可愛い。こんなんでもないけどね。うん。うん、この服ね、あの、今カーディガン着てますけど、うん。このカーディガンないの袖もすごい可愛いんですよね。あ、ちょっと、これはカーディガンないタイプ。ああ、そう、何で何それ。ああ、なるほど。これ何だ、これ。これ何だろう。めちゃくちゃ笑っちゃった。メイド、何だろうね。メイドだ。メイド感。メイドだ。やっぱなんか、でもちょっとプライド高そうだな。ああ。でもまあ、なんか似合うよね。矢田美久、まあ似合うのは似合う。似合う、似合う。似合う、似合う。さっきのと比べると、やっぱなんかちょっと警戒しちゃうモードがあるね、俺は。確かに、確かに。なんか警戒しちゃうね。うん、これでガッて来られたらちょっと経験するな、ね、絶対こういう感じの子は俺なんか相手にしてくれないだろうな。男性受けあんまりしない気はします。実はね、実はまあ男性受けはしない。女子がこう可愛い期待っていうこう願望が詰まってる感じですよね、うん、OL さんみたいですね。 OL さん、 OL さんか、 OL、 これなかなか着る OL、 まあいるだろうけど、まあそうですね、いるかもしれない。あの制服、制服ですね、制服。ああ、受付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 。なるほど、なるほど、でも受付にいるって言われたら、そうだね。似合ってる、似合ってる。めちゃめちゃ似合ってる。あ、確かによく見えてきたね。これはもう矢田美久のポテンシャルなのかもしれない。これが確かに。俺これ絶対さゆみだと思うんだけど。俺もそう思います。まあ間違い、間違いないでしょうね。間違いないね。この感じね。違和感はない。違和感はない。全然全然ない。そんなに短いなって感じもしないしね、別に。ここが似合ってるしね。これが膝。膝、いや、わかるけど。膝。膝、ここが膝。関節はわかるから。わかります、わかります。ミク似合いますね。なんでも似合うね。え、ほんと？タイルがいいからだろうな。みんなさ、年で服装変わってきたもん。変わる、変わってきた。変わる。全然変わる。変わらない。変わってなさそう。ないわ。僕は中学から一緒です。だろう。じゃあそれでは矢田美久さんお願いします。おおおお。ダメージ？なるほど。はい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 。あ、そういうことか。上何？上何それ？え、どういう、あ、へそ出てる。うわ、新鮮なんだ。え、似合うの？え、なるほど。いや、気持ち悪い。泥棒がめちゃくちゃ気持ち悪い。なるほど。これはちょっと、これはですね。攻めてんの。あれみたい。7。矢沢愛？木の実？矢沢愛。え？違う？木の実。木の実？木の実じゃねえよ。ただの。ええよ。木の実じゃねえよ。日野翔平と、日野翔平と木の実なの。誰が日野翔平だよ。いや、全然言えてねえ、言えてねえ。似合ってるけどね。似合ってる、似合ってる。めっちゃ似合ってる。ちょっと上のその、この柄をちょっともうちょっと見せてもらっていいですか？上の服の。それは透けてるんですよね。そうです。ああ。すごい、すごい。ちょっとそんな。
でもセクシーセクシーすぎる、そんなそんな近寄ってこれたたわないですね。この服似合うってすごいよ。いや、すごいよ。すごいね。スタイルいいよ。いや、めっちゃスタイルいいわ。ヤダミクさん的にはどうですか、ちょっと着て。私、どんな、うん、ダメージジーンズ好きなんです。ああ。そうなの、あんま見たことないけど。でも、そう、なんて言ったらいいんでしょう。マジで着古して、本当に、いや、ダメージ負ったジーンズしか持ってなくて。あ、デザインじゃなくてね。そう。で、こういう、ここまで大きくダメージになってるのは初めて履いたんですけど。うん。うん、いいですねって思った。いい、自分でもちょっと入ってるって感じ、うん、かっこいい印象もありますね、うん、ミクにない印象で、うんうん、この服だったらなんかこうはちょっとこっち刈り上げといてほしいかなみたいな。あ、こっちが なんかちょっとそう、あ、いやちょっとハードすぎない、やりすぎやりすぎやりすぎ、いらない、いらない、やりすぎ、やりすぎ、あ、ごめん、いいんじゃないか。あ、今の髪型いいじゃんほら、どれ、この片っぽに流した今の髪型、いいよ。いい、ね、うん、あ、そうね、かっこいい。ショートとかでも良さそうだもんね、これだったらね。まあ、お団子にしようかって話だけど。ああ、いいね。お団子。いいね。いいな。グリーンだよ。確かに、お団子とかでもいいね。確かに、確かに。でも、矢田美久のその長女っぽさも出てて、しっかりしてて、確かに。あ、そのポーズもいいもん。この感じもなんかね。うんうんうん、長女感、長女感出てる。ただ俺これが誰が持ってきたか俺分かっちゃった。お、俺もなんとなくは。そうですね。これユッコです、絶対ね。いや、俺、いや、オリちゃん。オリちゃんっぽい。いや、オリちゃんっぽいです。これユッコちゃん。ユッコちゃんこんな大胆なの着るかな。これはオリエだと思うんですよ。ユッコ、俺もさんだと思うけど。俺もユッコっぽいとこの。マジで俺、オリエじゃない。オリエじゃない。オリエか。割れてる、割れてる、割れてる。すごい意見が出してる。全然出ない。答え出ない。もっとひねってくる気がする。意味ないの、この回は。いや、俺こんなもんじゃないでしょ。俺はこの次見たら、次見たら絶対わかる。そう、次見ましょう。ラストね。最後。ありがとうございます。すごく素敵だった。素敵ですね、これで。すごく素敵だった、本当に。素敵だなぁ。素敵。可愛かった。いやでもあれあの服で来たら来られたらちょっとあやべって緊張しちゃうな俺。ドキドキしちゃいますね。なんかさやっぱ楽しそうだよね今の子。うんうん。そうだね。あ、快活な感じしますね。快活な感じあるよね。確かに。やっぱちょっといいね。ああいう子がいいんだ。いやちょっとね今の見たらね。うん。そっち派かって思った。ちょっと価値観価値観由来だわ。俺はね。俺はそっち派か。俺もちょっと今言って俺もそっち派かもしれない。ちょっと今言ってる。どうでもいいな。へそ出しても下品に見えないんだよね、全く。そうなの。ね、それがすごい。嫌じゃないよ。うん、嫌じゃないの。大丈夫でしょうか。もうラスト、はい、もうラストですよ。じゃあ皆さん、心してみてくださいね。はい。柳さん、よろしくどうぞ。お願いします。バキドキ。え？ん？え？え？おほほほほ。あー、え、うん、小雪じゃん、布一枚で何か言ってる、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 何て言ってたの、何布一枚で美は作れる、バイ高野由紀子。後ろどうなってんの。後ろはね、うん、後ろはちょっとね見れせられない。え、何これ、本当布一枚なの。あ、あいつやったな。うわ。うわやった。おいぇ。もう一枚。でも。後ろ見せられないっていうのは、これもうあれなの、なんかこう。でも服じゃないじゃないですか。背中がざっくり開いてるみたいな感じじゃん。そうです。一応、あの、タンクトップ着てますけど。うん。本来はないと思って見ていただけるなら、後ろ見せます。あ、なるほど。あ、いや。なるほどね。うん。はい。ああ、もう、ダメじゃん。いや、もうダメ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 。ダメダメダメ。ダメダメ、もう。ここはすごくいいと思うよ。ここはいいよ。ここはいい。ここはすごくいいですよ。こういう服ってどこで着るの？パーティー会場にいるよね。パーティーか。すげえ素敵だよ。いやね、こういう服じゃないでしょ。これは、あの、布です。布一枚。一枚の布を、こう、なんかいろいろやって、ギュッと縛ったりして、ってことか。今似合ってるけど、そうなんだよね。似合ってるからね。似合ってるけど、
ちょっと意味合いが違うかな。これじゃないんだよなって感じはまあありますけどね。まあ、服のない時代だったら、こうしてたらすっげえおしゃだと思うけどね。で、そんな時の話してないのよ。でも、ハリウッド女優とか着てきたらもう。まあそうそう、だからハリウッド女優ありかなって感じ。ハリウッドセレブ感、うん、でも確かにそうか。ハリウッドって考えたらいいな。ありなんだよ。いや、でも待って、まあ、初デートだからね、これ。初デート布一枚で来るか。やだめく的にはどうですか、着てみて。私、最初プレゼンされた時、もちろん布の状態でプレゼンをされてるわけですよ。うん、この形でこうなりますよっていうのは見せずに、これでおしゃれにしますっていうふうに、綺麗に四つ折りにされた布を見せられた状態だったんですね、最初見た時、うん。どうなんのこれって思って、すごく未知だったんですけど、うん、はい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 。で、実際来てもらって、レクチャーしてもらって来てるんですけど、うんうん、こんなに服になるんだっていう、まあまあそうだね、びっくりがすごくあったですね、うん、確かに服になってるんですよ。で、初デートっていうふうに考えたんだ、どうなんだろうなって気がするね。まあでも矢田美久に似合う服っていうところでは、まあ似合って、まあ合ってるんだよね。確かに、うん、可能性は他の、この価格で見るとすげえいい女だよね、なんかね、すげえすごい良い女だ、この価格で見るとめっちゃいい女、 DM みたい、あああああああ、いい素敵だぜ、すごいですね。でもこんなに変わるもんですね。うん、すごい素晴らしい、すごい大人びてるもんね、すごい本当に。矢田美久に一番似合う服、迷う、うわーこれは、いや迷うね、やっぱり俺は一番最初かな、俺もそう、なんか俺もそう、いいとこいいとこを取ってるよね、あれすごい、やっぱね色味があるから、 あんなに発色のいい色がやっぱしてるの見たことないし、それが矢田美久に似合ってるっていうのがね。ただ俺は3番目のあの時でちょっとドキドキしたのよ、ちょっと、僕も、それ僕もこれ3番かな、ちょっとドキドキしたの、あれこれ目線で選べばいいのか、1か3に割れました今、そうですね、今のところ1か3ですね。矢田美久の新規軸ってことを考えたら、そうですね、どうなのかっていうふうに考える、じゃあ続きつりますか、よし、はい、はい。テレビ見てるみたいな。じゃあ、1番の方、手挙げてください。2、3、あれ、3番の方、割れた。割れた。割れましたね。割れましたね、きれいに。矢田美久のことを考えたらって時に、うん、じゃあ3番の、3番の路線で行きましょうって言った時に、うん、他に、それそ、どんなジャンルだろうっていうのが、僕は分かんなくて。あれがずっと続くのかっていうことね。そう、確かに。だから、やらみくのこと本当に考えたら一番なんですよ。持続させんだったら。うん。だから、ただ、本当にいいなと思ったっていう、この初期衝動に忠実なのは、俺やっぱ3番なんだよね。矢田美久に矢田美久に聞いてもらった、そうだね。矢田美久がどっち来たいかは重要だけど。確かに。矢田美久は初デートどっちで行きたい、それを好きな人のこと考えて。考えて。で、また今布をかぶせてもらって、矢田美久が選んだ方で登場してください。初デート。かわいいな。矢田美久かわいいな。かわいい。うん。うん、3番の服で、ちょっと網やみのサンダルみたいなのあるじゃないですか。ああいうのよりかはスニーカーで来てほしいな。そうだね。コンバースとかいいね。コンバースいいね。コンバースいいね。そうなの、そうなの。女の子がコンバースって可愛いよな。可愛い。こう鉄板だよね、やっぱね。ハゲてんなぁ。新宿師匠みたいな。いいね。ちょ、ほんとデートしたい。デート企画したいよ。いや、デート企画したいね。ね。一回ちょっとやってみましょう。選んだ服を着てデートして、いやいいですね。全然演劇教室やんねえんだよ。着替えました。ハッピーバース。来ました。さあ、はい、決めました。頼む。矢田美久さんが悩みに悩んだ末に決めていただきました。さあ、ダメだ。ドキドキしますね、僕らも。はい、なんだろう。さあ、それでは登場していただきましょう。どうぞ。はい、いやー、やっぱりね、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、決め手は何だったんですか、
そうね。すごく悩んだんですけど、絶対自分じゃ選ばないっていうところと、ああ自分にしっくりくるタイプのズあのあのスキニーのズボンっていうのが、うんうん、もあって、もっとお尻を出していきなよみたいな感じだったりとか、うん、もっとちゃんと見せた方がいいよっていうアドバイスをいただいたのを勇気を持って挑戦していくにはこっちかなと思いました。うん、なるほど。そうですね。確かにね。素晴らしい。その通りだ。いや超可愛いけど、さっきの子にも会いたくなるね。うん、確かにね。さっきの子にも会いたくなるね。そう、ちなみに誰なんですか？うん、では、オリエちゃんでーす。あーやっぱね、だからやっぱ、オリエちゃんの言ってたアドバイスだね。やっぱり、うん、肌見せてとか、お尻をとか、やっぱ、はい、まあ、オリエはちゃんと考えてね。ちょっと、新しい今後のヤダミクの、なんかね、うんうん、あの確かに、方向性というか、素敵でしたね。ちょっと、いいんじゃないですか、うん、こういう感じで、今後、私服を決めていけば。うん。はい。もうやっぱ着るものが変わるとどんどんやっぱ性格変わってくると思うんだよね。うん、そうなんですね、うん。やっぱりこう、元気になりますから、新しいおしゃれな空気。うん、一応、この件に関しては、じゃあもう今後はこの方向でいくということで決着がついたので、よろしいでしょうか。はい。楽しみ。この方向で。おめでとうございます。ありがとうございました。じゃあ、角田も。通信演劇教室、もう演劇でも何でもないですけど、今日は。締めたいと思います。背筋伸ばして、お疲れ様でした。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 カクタラボ、あさっての方へ。